ユネスコの無形文化遺産、いわば世界の宝物に登録をされました。岐阜にはまだまださまざまな伝統文化がございます。これを機会に一つ一つ丁寧に掘り起こして磨いて世界に発信していきたいと。これをはじめとして、また宇治の郷土文化をますます磨いて育てていければというふうに思っております。